毎日放送地里都急ミリカセンターは、かつて、大阪府水田市千里岡北一番二号に所在した、毎日放送の放送施設である。1961年から2007年まで、MBS の制作拠点として使われた毎日、放送地里都急放送センターの後継施設として、その隣接地にあったミリカプールの跡地に建設され、2008年2月6日に、運用を開始した。 本社内と同様、毎日放送の社員及び関係者以外の立ち入りはできなかった。この施設は、延べ床面積約4100平方メートルの鉄骨造り2階建てで以下の設備がある。隣接地には、ミリカスポーツ振興が運営するミリカゴルフセンターがあった。JNNK、TBS 系列局で本社演奏所以外に、 このような放送施設を所有しているのは他には、東京放送ホールディングスのみ。近年まで、MBS ラジオの予備送信書が当初に置かれていたが、2020年現在は、茶屋町の本社にある毎日放送が2014年春に、大阪市北区茶屋町の、現本社北側に、新たな、新館を増築するまで、中継車車小も千佐急ミリカセンターに所在していた。 2019年7月16日に閉鎖され、隣接するミリカゴルフセンターもこれに先立つ2019年6月30日に閉鎖となり、毎日放送は地里都から完全撤退となった。当施設に保管されていたものの移転場所については不明。跡地にはリクシルビバがホームセンターの出店を計画していることが報じられた。その後、 リクシルからアークランド坂本にビバホームの経営権が移り、2021年8月4日にスーパービバホーム吹きたち里宮店としてをオープンした。ありがとうございます。